くなったらいけないからマックスの速さにしましょうって言って全然余裕だったんですよ、昨日、うん、昨日のマックスを超えました、ね、やっぱり興奮したのかな、うん、もうずっとやればレンダーと相手の音を聞かなきゃなかなかできないですけど、これは無視しないと釣られるので無視して弾きましたアンコールありがとうございます。桜の時期しかできませんので、最後は森山直太朗の桜を弾いて終わろうと思います。ありがとうございます。